お疲れ様でした。お疲れ様でした。斉藤純さん、1ヶ月マンスリーお疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたか、1ヶ月。なんか終わっちゃいました。だなっていう感じが今すごい強いです。1ヶ月間毎日毎日こう目覚ましテレビを見ながらこう来週は何をやろうかみたいなものもこう考えたりする日々が本当に楽しくて、こう僕自身いつもお芝居を中心的にやっていたんですけれども、こうして朝のこうテレビを作られる瞬間を今こうして間近で見れてる、すごく宝物な1ヶ月間になりました。じゅんさんがそんな素敵なコメントしてる間に後ろでずっとね本当に楽しくて、こう本当に楽しくて、こうじゅんさんの鬼瓦にハマっちゃって、みんな鬼瓦兄弟が後ろでずっと鬼瓦をさせてもらってました。それではじゅんさん一押しオードリー春日さんのネタ鬼瓦で締めてください。はい、僕の大好きな大好きなモノマネです。鬼瓦やっちゃったテレビでいいの出して初公開、すっごいインパクト。いやもう振り切ってましたからね。どうでしたか井上さん。いやこれを学校で積極的にされてるって話聞いてびっくりしました。なんか最後にそんな陽気なんですか。取っといたんですかねこれね、ゆうくん。もう出せてよかったなって最後の最後にこれを出すとテレビ初公開、本当にテレビ初公開です。そんな純くんに来ました。目覚ましくんが好きで欲しかったっていう。ちょっとこれ作りましたよ。どうぞどうぞどうぞ。入ってる名前が。あ、ちょっと見てみて見てみて。すごい。デコ目覚ましくん。わあ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。純くんの好きなものを散りばめてあるでしょ。わお。いいリアクション。好きなもの何が散りばめられてるんですか。ひまわり。ひまわり。お、すごい。サッカー。サッカー。サッカーボールも。そして潤い。潤い、まじで潤い。いや、潤いっていうかさ、いや、潤いでいいんだけど、潤いでいいんだけど。なんで。いやいや、だから潤いも好き、潤も好き。まあまあ、そう、潤いですよね。いや、1ヶ月間僕らにうるうる与えてくれたわけだからさ、すごく、そういうことで、そういうこと。お疲れ様でした。斉藤うるおいさんでした。ありがとうございま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 した。